今日は数字のお勉強をするよ。数字の1、1はこの1個の1だね。物が1つあることが1っていう意味だよ。これが1だね。車が1台だよ。1の次は2。お魚さんが2匹いるね。この1、2。これが2っていう数字だね。1の次が2になるんだよ。これが2だね。車だとこの2台、車が2台あることが2だよ。2の次は3。これはお花が3個あるね。これが3という数字だよ。これが3だね。車だと1、2、そして3。3台があると3っていう数字。これが3だよ。よし、次は4。3の次は4だね。蝶々が4。4匹いるね。これが4の数字だよ。車だと1、2、3。ちょっと持てないね。4。よし、これが車。車が1、2、3、4。4台。これが4という数字だよ。4の次は5。今度は風船が5個あるね。これが5っていう数字だよ。車だと1、2、3、4、5。これが車。よいしょ。車が5台。1、2、3、4、5。5台だね。これで5だよ。そして、5の次が6。6。音符だね。音符が6個あるよ。そして、車だと1、2、3、4、5、6。これで、1、2、3、4、5、6。6台。これが6っていう数字だよ。6の次は7。クレヨンが1、2、3、4、5、6、7。7個あるね。これが7っていう数字だよ。車だと1台、2台、3台、4台、5台、6台、そして7台。これで1、2、3、4、5、6、7。7。これが7っていう数字だよ。7の次が8。ボールが1、2、3、4、5、6、7、8。8だよ。これが8という数字だね。車だと1、2、3、4、5、6、7、そして8。すごくいっぱいになったね。これが8。4と4。4たす4は8なんだよね。これで8という数字だよ。次は9。9という数字だよ。これが9という数字だね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個。トマトとピーマンで9個だよ。車だと1、2、3、4、5、6、7、8、9。これで9。すごくいっぱいになったね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これが9という数字だよ。そして10だね。10は1と0が組み合わさった数字になるんだよ。ボールが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。9の次が10という数字だよ。車だと1、2、3、4、5、6、7、8、9。
10、これで10台。すごくいっぱいになるね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これで10という数字になったよ。1から10までの数字を勉強したよ。楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。